試熟考お願いします。今日も長かったですね、一日。でもなんか終わってみると遅かった、間違えた、長かった、ん、短かったなって思ったりするよね。オナピーさん、タコ10個ありがとうございます。星投げに来ました、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは皆様、星投げと50カウントよろしくお願いします。お願いします。50カウントだけでもぜひ。指の筋肉発達しそう確かに指で懸垂できちゃうかもそれはないか。わあ、最後の捨て星逃した、悲しいけど、ある分だけ欲しい、くれたら嬉しいよしんさん、タコ10個ありがとうございます。こんばんは、集めてくるね、いってらっしゃい。美和さん、タコ10個ありがとうございます。質問、はいどうぞちかさん、タコ10個ありがとうございますタコの口をするっていうに西の時カウント入れますか。もちろんカウントはもう毎回必要でございます。カウントは一つの配信だから、配信って1時間ごとに更新されるんですけど、そう、もう一配信50カウントまで、50コメントまでポイントが入るので、星2週でも3週でも、星2週でも3週じゃない時でも、どんな時でも、はい、お願いします。50カウントドボンでよく当たる、喋ってるの初めて見たけどゆったりした雰囲気で可愛い、だって嬉しい、ありがとうございますうん、夢でも星集めの衝動に駆られる、やだね。えさっき作ってくれてた画像 Day2 になっちゃった。うん、気づいてたけど別になんかそこはいいかなと思ってうん、なんか見た瞬間から気づいてたけど、そう、まあ別にそこが間違ってたって何にも支障はないじゃないですか。でも星集めの時間とかはね、確実にした方がいいから、そこだけ直した、直させていただきましたあとさ、質問なんだけど、星2周の時って、まあ、制限が15分になってる、ん、セラタンが作ったんじゃないよ、作ってくれたの、ありがとうございます、ありがとう作ってくれて。そう、2週の時のさ、2週の時の星集めで、9時10分から8時15分に星集め開始して、9時10分からショールームが、私の配信が始まるじゃないですか。で9時
1週目は普通にできるんだけど、2週目は9時15分からしか集められないじゃないですか、制限かかってるから。それはでも、あ、制限かかってるからまた後でにしようってみんななるよね、さすがに。そこは平気だよね。待って待って、目に、目に繊維入ったと思ったら自分の髪の毛だった平気だった。こんばんは。うん、なんかちょくちょく長い前髪いるんだよね、本当に少しだけだけど。イベントやってんですね、頑張ってくださいだって。応援お願いします。私の言ってる意味分かんなかったか、さっき。ごめん、ごめんよ。こんだけ一日に姿を見るの初だから、一日なのに何日も経ってる感覚ですわかるわそれ、わかるわ。でもなんか、まあ昔よりはだいぶ楽になったんだろうなって思いましたよね。だって前はさ、なんか7時から8時までやって、7時1分から8時1分とかあ、なかったでしたっけ昔のショールーム。ゆうとさん、タコ10個ありがとうございます。こうやっても涙袋あるように見える、うん、笑ったらあるんだけど、笑ったら出て出現するんだけど。おっと、カウントが2回連続になって2829ってなってる。3536って朝5時からカラオケ配信してもえ、私本当に、私それ本当、全然私じゃないでしょ絶対。カラオケ配信なかったもんだって、私がショールームイベント参加してた時。多分あったか、あったわな、ごめん、あったわ。だってさ、ラッキーセブン毎回歌ってたわ、そういえば昔。え、いつだった、あれ何のイベントなんだろう、全然覚えてないな全然覚えてないな。でもマジで、あの制限なかった、時間の。前のイベントの時は本当に何してたか覚えてないけど、でもとりあえず、毎日、イベント中は毎日最後の配信でラッキーセブン歌ってた。ラッキーセブン好きだからさ。え、絶対嘘だよ、5時からカラオケは。でも本当だったらごめんだけど。本当だったら申し訳なさすぎるけど。朝5時からカラオケって、やるの？やる人いるのかな？どうして自分でやってたら昔の自分赤穴のソルティさん、かわいい10個ありがとうございます。そう、その頃のセナタンを知ってる人は数少ないだろうけど、そう、ラッキーセブンがずっと好きで、やっぱりショールームイベントって長かったし、今時間制限なかったから今よりももっと大変だったし、だからなんかラッキーセブンに勇気づけられてた自分が歌いながらで好きです。ラッキーセブンってさ、どこかのさ、コンサートとかでさ披露した時ありますか？見たい、普通に。なんかあの MV は見た記憶あるんだけど、
シャータンは劇場公演とかで応援するときは白いペンライトでいいの？そうです、白いペンライト2本のが推し祭っていうやつなんだけど、1本でも全然わかる白の推し祭の人いないから、あんまり、まあいた、もしいたときは2本の方がパッとわかるけど、1本でも目立つからさ。ナオトさん、レインボースター、100個、ありがとうございます。レインボースタータワーじゃん。え、そうだよね、違う、レインボースタータワー、レインボースタータワー、豆の海さん、タコ10個ありがとうございます。豆の海さんなんかあるじゃん、なんかね、そういうなんとかなんとかみたいなラジオでラッキーセブン流しそう、好きな曲って言われてラッキーセブンって言いました。まあ絶対違う人の話して怒られるとしてるタイプ、それ、何、どういうタイプね、教えて。参照できないかも、ピエン、ちょっと待って、あの書きます。レインボースタータワーとシエリちゃん、クマタワーありがとうございますレインボースタータワーってすごいね。ちょっと待って、髪が足りないな、髪の横幅が。眉毛、カシャ、シエリちゃん、クマタワーありがとう。取れてんのかなこれ。吉光さん、タコ10個ありがとうございます。吉光さん、レインボースター30個ありがとうございます。ユミリン、かわいい10個、20、30、40個ありがとうございます。やっほー、やっほやっほー、カシャって言ってる時もう下向いてるやんそれわざとはい、うんうんって言って撮って笑って、はいカシャってわざとだった。あ、15分経った、最終目、できる方はぜひ星集めいってらっしゃい。わさび食べれるようになった、だって、私わさび食べれる食べて食べれる食べたみたいに、ちょっと意味わかんないわさび私食べれますよ、全然、昔から。私じゃないぞ多分
下押しが時間ぴったりにできないとき、早めか遅れてするかどっちの方がいいですか、だって。これは私わかんないから誰か教えてください。教えてください。足集めのお時間です。いってらっしゃい。みんな行ってきますって言ってる。そう、私大人、味覚が割と大人目なので、結構昔から。早めだと2周する時間が少なくなる、遅めだと3周目の時間が少なくなる。確かに。お疲れ様です。確かにね。でもなんかそれがどのぐらい遅れちゃうかだよね。どのぐらいだから、ね、前後5分ぐらいだったら多分大丈夫だけど、わかんない、ギリギリだと思うんだけど。でもなんか20分とかだったら多分難しいかもね、捨て干しするのは。おもちさん、タコ10個ありがとうございます。タコの口ってあんまりやんないか、難しいな。3、はい。機種によるかも。一周が回収できる時間によります、だって。難しい、難しいですね。難しかったな。あれ、この配信は20分まで、配信何分までだ。20分も危ない、びっくりした。あと2分かと思っちゃった。タコより可愛いから平気、ありがとう。タコよりでもタコに、タコより可愛くないって言われたらさ、悲しいよね。タコって可愛い、可愛いかかっこいいかって言ったらかっこいい方でしょ絶対。かっこよくはないけど、かっこよくはないけどね。タコを傷つけないようにいかにどうやってあの話そうかって考えてこうなった。50分前にしてほしいしてますって。それはさ、あの、なんだろう、星集める時間もその分早くなるってことでしょ。ふふふ、そうね、タコに可愛いもかっこいいもない、それはそうだ。それはそうだった。ほら、イカはかっこいい、意味がわかんないな。何が何が白いから。イカの真似できるって言ってできない。イカって何、特徴、あ、三角、こうやってやったらいい。確かにタコをペットにしてる人が可愛い。いや、愛着は湧くと思う、ペットにしたら。でもなんか見た目が可愛い、まあね、愛着は湧く絶対ね。愛着湧いて可愛いってなるけど、わかんないね、わかんないよね、いるかもしれない。こんばんは。
こんばんは。なんかさ、私の部屋のさ、エアコンやっぱり変なんですよね。除湿してるのに湿度がどんどん上がっていくんだ。なんか除湿し始めた時は湿度が下がるんですよ、もちろんね。でも除湿ずっとしてるとどん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 湿度が上がってきて、なんか湿度が高すぎますよっていうマークが出ちゃうんですよ。なんでみたいな。シンさん、レインボースター10個ありがとう。古いだって、わかんない。室温が下がると湿度が上がるの？温度はねめっちゃ低いんだけど湿度だけが高いのなんか冷房つけてると、最初は涼しくなっていい感じの気温になるんですよ。でもなんか、ね、時間が経つにつれて湿度が上がってきて温度も上がってくるんですよ、お部屋ので。わーってなって除湿するんですよ。しかも除湿はね弱でやってるんですよ、いつもね。除湿して、そうするとまあ快適な、快適よりちょっと寒い温度になって湿度がいい感じになるんです。でもずっと除湿してるとだんだん湿度が上がってくるんです。そう、温度は低いけどね。なんかずっと保ってくれるとかないのかと思って。エアコンってそういうもんですか？こんばんは。ただいま、おかえり。危険です、あくびさん。あくびさん、あくびさん、ありがとうございます。うん、これ、このエアコンはあれだね、ここの家の一番最初からついてるやつです。ちょっと高すぎて、そう、雨とか関わらずこうなるの。私もなんでかわかんないんですけど。もしや眠い？だって眠くないよ。ヘアオイルはルシードエール使ってます。でもこの前ヘアミルク買ってみました、初めて。なんだっけ、蜂のやつエイトザなんとかみたいなやつのその青色のヘアミルク買ってみたんだけど、私的にはルシードエールの方がサラサラになりました。エイトザタラソ、それのヘアミルク。そう、私はヘアオイルとかヘアミルクはそのお風呂上がって髪の毛濡れてる状態でタオルで、ちゃんとタオルドライしてから付けるんですけど、そう、ヘアオイルのがサラサラになった、私の髪の毛は。なんかさ、ここプツってさ見えてさ、今触ったらプツってしてたえ、いつ、いつ、何これ。ここなんかさ、ほっぺ、こ
ここら辺にさ、なんかできることあんまないの。あ、やばい、ランキング読まないといけないんだ。だっていきなり切れちゃうもんね、これ。13位、ゆうとさん、12位、おもちさん、11位、そっちさん、10位、赤花のソルテさん、9位、豆のおみさん、8位、びわさん、7位、おのぴーさん、6位、ちかさん、5位、しんさん、4位、ゆうみりん、3位、よしみつさん、2位、なおとさん、1位、しえちゃん。ありがとうございました。切れるまで、そう、私は自分で切らないので、あの話してる途中に多分切れるんですけど、配信がね、切れちゃう。昨日も話してる途中に切れてたっぽくて、うん、しかもね、切れ方がなんかよく分かんなかったんだよね。今日投げた方がいい。でも今日途中で終わっちゃうかもしれないから大丈夫。今日はありがとう、ありがとう。今日もブチって切れるかもしれない。切れ、そっちの切れるじゃないからね、配信が切れるってこと。6枠3周できた、すごいね、ありがとう。一緒に3周したみたいなもんだね。じゃあ意味わかんないね。意味わかんないコメントすぎてすまん。ね、2日目ありがとう。明日もね、頑張ります。明日の朝は7時からです。今日と一緒ですね。だからあの星制限解除されたら寝る前に星集めした方がいいかと思います。まあ5時15分までに満タンにしてれば OK。 ドラゴン Z お疲れ、10個ありがとう。って感じですね。明日はね、7配信あるので。豆の海さん、タコ10個ありがとうございます。20個ありがとうございます。あのツイッターに結構宣伝っていうかお知らせとかいろいろ書いてるので、ツイッターのフォローは必ずっていうか、まあ逐一っていうのをチェックしてくれたら嬉しいです。そしたらね、捨て星の時間帯とか分かりやすく、そうツイートしたりしてるので、あの通知オンにしといたらなんか通知欄に出てくると思うので分かりやすいかと思います。そう、皆さん明日もね、お仕事とかあると思うんですけど、学校とかなんか合間合間で来てくれたら嬉しいです。はい、意外とね切れないね。昨日さ、意外と早く切れてさ、あっはっってなった。でも平気っぽい。そう、もう詳しく書いた方がやりやすいじゃないですか。いちいち、ね、他の画像を確認したりするの大変だし。って言って私が書いてるわけじゃない、ごめんなさい。あの画像作ってくれるファンの方のおかげです。ありがとうございます。ガキッチョさん、タコ10個ありがとうございます。切れるまでのつなぎ上手ね。だってコメント読んで話してるだけで、みんなが上手。みんなが上手。確かに、あと10秒で切れますとかさ書いてあったらね、いいのにね。ギリ3周できた、ありがとう。